おはようございます、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回ですね、いつもやったら西成でとかね、もみさんがとか、ペーコママがとかね、グーでとか、ショート動画とかね、まあまあそんな感じでね、やってるんですけども、今回大阪京橋の京阪モール、ね、老舗のカバン屋松原福助堂さんが、今月のこの2024年1月10日1月21日で閉店ということで、まあ、撮らせてもらおうと、ね、いうことなんですけど、まあ、なんで僕はその、ね、この釜屋さんに行ったかというと、まあ、その僕もね、そのお仕事って大きな方が仕事でとね、松原さんに某会社で一応配らせてもらってるんですけどね、まあ、ところ吉江店長、よーしーねーみたいなね、よーしーええみたいな店長みたいなじゃないですかね、店長と、まあ、なかなか、仲良くさせてもらって、いろいろ。でまあ撮ろうかとなったんですけど、これね、僕が、YouTube やってる、自分で言ったわけじゃなくバレてて、なんか誰店員さんが見たかってたまたまね、でよーし家にこう密告されたと、密告いうのもおかしいですけど、まあまあそれでまあまあまあやってるよみたいな感じで、それでまあ縁でまあ撮らせてもらおうかなと。そこで、すいません、カバン一個も買ったことないですね。それはもう、それはそうですけど、で、このね、よーし、ね、吉江店長もすごい方で、お元気な方、お元気だってね、僕らと同じ世代なんで、お元気な方ですごいね、もう、ジム行って体鍛えてね、もうキックボクシングとか言ってますからね、なんでやってんの、そのキックボクシングって、旦那を殴るため、倒すためとかね、DV やだけど、DV 超えて AV やないかね、まあ、そんなこともなんやかや言いながら、ね、いろいろ、まあ、もう、知り合って10年ぐらいね、仲良くさせてもらうんですけど、1月21日閉店ということでちょっとね、ゆっくり見てもらいたいと思います。それで行きましょうか。レッツ順番。後ろに貼るの？あと7人。ああ、そういう意味。あ、それか。うん。あと7日にする。どっちでもいい。あとが先。あと7日です。カバン屋に来てー。あ、京橋でーす。さっきからちょっと気づいてんけど、70。落ちた。78年間も営業してた。そうやで、そうやで。京阪モールは51年やけど、78年阪神百貨店からやってました。78年、そう、とうとう店自慢になりました。お金がなくなりました。あららららら。皆さん来てねー、楽しみます。もし、はい、万が一このチャンネルを見てきたという人があったら、はい、何か特典は、さらに 10% 引き。おっ、そうやな、ほんま。取得言ってください。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。仕事するわ。うん、ありがとう。